ピエトロ・フルアは1950年代から1960年代にかけて活躍したイタリアのコーチビルダーでありカーデザイナーである。フルアは仕立て屋のアンジェラとフィアットの従業員のカルロ・フルアの4番目の子供としてイタリア北部の車両製造の中心地トリノで生まれた。彼は放課後にフィアットの養成校で製図校の教育を受けた。 フルアの専門的な経歴は17歳の年にスタビリメンティファリーナに製図工として入社した時から始まった。22歳の時には彼はすでに数百人の従業員を要するトリノのコーチビルダーであるファリーナのスタイリング部門の部長となっていた。ここでフルアは彼の生徒でもあり生涯を通じての友人であるジョバンニ・ミケロッティと初めてであった。ミケロッティは フルアが1937年に彼自身のスタジオを始めた時にフルアの後を継いでファリーナのスタイリング部門の長となった。第二次世界大戦の間、自動車デザインの仕事はほとんどなく、フルアは子供用の自動車や電気オーブン、キッチンユニット、同様にモノコック構造のスクーターまで手掛けた。フルアは戦後の計画を練り、1944年に爆撃で、 破壊された工場を買い取り、従業員も15人雇い入れがいた、工場を車のデザインと製造用に改装した。フルアの最初の作品として知られるのは1946年のフィアット 1100A スポーツバルケッタである。マッセラッティは最初の顧客の中の一社で、彼らの新しい2リットル6気筒エンジン搭載のスポーツカー A6G 用のスタイリングデザインの契約をした。 1950年から1957年の間にフルアは19台のスパイダーと7台のクーペを異なる3種類のデザインのシリーズで製造した。1957年、フルアは自分の小さな車体製造会社をトリノのカロッツェリアギアに売却した。ギアのディレクターのルイジ・セグレはフルアをギアデザインの長に任命した。 この短い期間にフルアは十分価値ある商業上の成功を収めたルノーフロリードを担当した。この成功はセグレとフルアの間に車の付見をめぐっての確執を引き起こした。フルアはギアを去り、再び自身のデザインスタジオを立ち上げた。同じ頃ペレピーターソンはフルアの注意深い指導の元ボルボ P1800 をデザインした。当然のごとく、 この車はしばしば、フルアの作品であると言われている。1957年から1959年の間にフルアは、以前はトリノのギアのスイス支店でこの時はすでに独立していたギアエーグルで何台かをデザインした。ジョバンニ・ミケロッティは、この地位のフルアの前任者だった。ギアエーグルが、車体製造を止めた後、元の従業員、アドリアーグリエル・メッティは、 自分でビジネスを始め、ジュネーブに、カロッセリー・イタル・スイスを設立した。再び、ピエトロ・フルアは自らデザインし、この会社の多分、ほとんどすべての試作者を作り上げた。1960年のシボレー・ーコルベアニの、船型ビートルの後、1961年の、ジュネーブ・モーターショーに、イタル・スイスは2台のスチュード・ベーカーのシャーシに仮装した。 味のあるボディの車と共に、マセラッティ3500ジテクーペを自社のスタンドに出展した。1964年には、オペルカデットのメカニズムに可愛らしい、小さなスパイダーボディを仮装した。1960年代には、ピエトロフルアはイタリアで最も著名な、カーデザイナーだった。フルアラインとは、独身男性の良き思考と同義であった。 彼は一品物やプロトタイプの一台一台の端々まで全て稼働する機能部品を取り付けることを追い求め、しばしばヨーロッパ中のモーターショーに自分で運転していって、それらの車を出展した。1963年の50歳という油の乗り切った時期に、フラはドイツで最も小さい自動車会社のハンスグラースのために GT クーペとカブリオレをデザインした。 これらの車は BMW がグランアッスを買収した後も1968年まで BMW GT として生産された。同年何台かの一品製作者を依頼した後にフルアとトの関係を再構築したことでマセラッティはフルア社製ボディのミストラルとクワトロポルテを発表した。これらの車でマセラッティは高級で パワフルだが控えめな車といった市場での新しい地位を確立した。1965年に AC はミストラルの形状を踏襲したフルア社製ボディの7リットルエンジン搭載の AC フルアスパイダーを発表した。1967年にはクーペもこれに続いた。同年スイスのモンテベルディはフルア社製ボディのスポーツクーペを作り始めた。この当時は フライスラー製エンジンを搭載していた。1960年代の末、フルアは無駄を承知で、自身の手によるグラース車の延命を図るために、BMW に対して一度アースモの試作車の提案をした。BMW は自社の手でこの種の車を作ることに決めたが、今日なお BMW の悪しき面にフルアの影響が垣間見える。1967年に、 スイスのレーサーで、フェラーリの輸入業者のペーター・モンテベルディは、自社のスポーツカーで、フルア社製ボディのモンテベルディ 375S の製造を開始した。フルア社の製造能力の限界のために、後のモデルの生産は、トリノのカロッツェリア・フィッソーレに任された。1970年代には、フルアの新作発表の機会は減ったが60代にして、なお彼は、 すでに現場で、おののの役割を果たしている若い後輩たちに、自分の持ち味やクラフトマンシップを実地に教えた。しかしながら、もはや10週間以内に細部まで仕上げた、実機能モデルを仕上げるなどという需要はなかったし、スペシャルボディの一品物を注文するような顧客も、いなかった。1982年にピエトロ・フルアは、ガンの宣告を受け、 その年の秋に手術を受けたが成功しなかった。フルと長い間彼を助けてきたジーナは、1983年6月28日の彼の死の少し前に結婚した。フルの70歳の誕生日の数週間後のことだった。ありがとうございます。